ウィリアム・ホセ・テシー・ジョ、グティエレス、ウィリアム・ジョゼ・タジロ・グティエレス。コロンビア・アトランティコ県バランキージャ出身のプロサッカー選手。メキシコリーが MX のクラブレオンに所属している。ポジションはディフェンダー。2009年に2部リーグのセンタウロス・ビジャビ選手をでプロデビューし、3月21日のアトレティコ、FC 戦でプロ初ゴールを決めた。2010年シーズンからカテゴリア・プリメーラ A の デポルテス・キンディオでプレーリーグ戦100試合以上に出場。2014年シーズン途中に、アトレティコ・ジュニオールに移籍。2015年12月に、インデペンディエンテ・サンタフェ3年契約でに完全移籍。2018年シーズン途中までプレーした。2018年5月13日、クラブレオンに移籍。加入1年目の2018から19シーズンは38試合に得点を、 記録し、同シーズンのリーガ MX ベスト11に選出された。2016年のリオデジャネイロオリンピックにオーバーエイジ枠で出場。2018FIFA ワールドカップでは、負傷で出場自体となったフランク・ファブラの代役候補に上がったものの落選。2019年5月にコパ・アメリカ2019の代表に選出。アルゼンチンなどが入ったグループ B の首位通過に貢献。 しかし、決勝トーナメント準々決勝のチリ戦では、0から0の末に迎えた PK 戦で5番手でキッカーを任されたものの、痛恨の失敗。高校のチリがアレクシス・サンチェスが決め、無念の敗退に終わった。ありがとうございます。